今日の御言葉、マタイの福音書14章13節から17節。それを聞くと、イエスは船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。群衆はそれを聞き、まちまちから歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がり、大勢の群衆をご覧になった。そして彼らを深く憐れんで、彼らの中の病人たちを癒された。夕方になったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは人里離れたところですし、時刻ももう遅くなっています。村に行って自分たちで食べ物を買うことができるように群衆を解散させてください。しかしイエスは言われた。彼らが行く必要はありません。あなた方があの人たちに食べ物をあげなさい。弟子たちは言った。ここには5つのパンと2匹の魚しかありません。バプテスマのヨハネが死んだことによって、イエス様は深く悲しまれました。その後またミニストリーに戻って、多くの癒しを行われました。夕方になってイエス様は弟子に、群衆に食べ物をあげなさいと命じられます。しかし5つのパンと2匹の魚しかありません。弟子たちはイエス様が多くの群衆に食べ物を配ることができないと思いました。彼らはまさに不信仰でした。しかしイエス様は全ての人にパンと魚を配ることができました。私たちには2つの選択肢があります。イエス様を信じるのか信じないのかです。信じないものではなく、信じるものになりましょう。イエス様は何でもできるお方です。オールフォージーザー。